それでは総理よろしくお願いします。技術革新を通じて少子高齢化の課題を乗り越えるソサエティ 5.0 の実現に向けて IT 本部と官民データ活用推進戦略会議では IT の徹底的な利活用、特に多様な分野におけるビッグデータの活用に取り組みます。民間ニーズに即して重点的に取り組む分野を特定し、2020年までを集中取り組み期間とし、分野横断的なデータ連携を実践します。医療分野では年間20億件のレセプト審査があり、現状では地域ごとに審査ルールにばらつきがあります。ルールの統一公開を進めることで審査が簡素化できます。審査プロセスやシステムを抜本的に見直し、業務を効率化することで400億円弱の赤字を解消します。不動産市場の透明性を高めるため、取引価格や建物の利活用状況、利用状況、そして地域の安全インフラ等の情報をオープン化します。戸籍や住民基本台帳などと相互に連携するデータベースを整備し、最新の所有者情報を把握共有することで空き家対策や開発事業等を円滑化します。こうした取り組みにより不動産の取引を活性化させ、不動産投資市場を30兆円に拡大をいたします。こうした政策の確実な実施に向け、 IT 本部官民データ戦略会議のもと、各大臣は一丸となって取り組んでください。ありがとうございました。それでは